ードコーディネーターのマリエです。映え楽キッチンでは楽しく楽なのに映える料理をご紹介します。今日のテーマはお惣菜アレンジです。もはや料理をする気にはならないという日にありがたいお惣菜。買ったものをそのまま並べて食べてもいいのですが、ほんの少しだけアレンジして彩りや栄養をアップさせてみましょう。例えばお惣菜コーナーで買った唐揚げをサラダにアレンジしてみましょう。まず自分の食べたい野菜をチョイスしてお皿に盛りましょう。そこに唐揚げを乗せていきます。最後にドレッシングをかけたいのですが、ドレッシングを自分で作ることで和洋中相性を考えず好きにアレンジができますよ。ドレッシングは基本酸っぱい、しょっぱい、油の3つがあればとっても簡単に作れます。和風にしたいならお酢、醤油、油、洋風にしたいならレモン汁、塩、オリーブオイル、中華風にしたいなら黒酢、醤油、ごま油といった感じです。このようにして作ったドレッシングを上からかければ唐揚げサラダの完成です。そのまま食べるよりも見栄えも良く栄養もアップ。このアレンジは魚の唐揚げやローストビーフでもできますよ。その他ハンバーグにご飯、卵やお好きな野菜をプラスしてロコモコ丼に、デパ地下で買ったおしゃれなオレンジ入りエビマヨにオレンジとレタスを加えてかさ増しと栄養アップ、チーズケーキにいちごやブルーベリーを自分で乗せて美味しさと見栄えをアップなどなど、買ってきたものにちょっとアレンジするだけでも立派な料理ですよ。ぜひ日々のお料理の参考にしてみてくださいね。映え楽キッチンは TVH の YouTube チャンネルでも配信中、ぜひご覧くださいね。日々の料理は楽してなんぼですよ。